今回ご紹介するのはエピニキオンさん作エピック 2.5D です。エピニキオンさんといえばローラ、エピノイセオフセットの制作者です。今では知っている人も多いと思いますし、このチャンネルではたびたび取り上げている技法フラットプラスアルファには必須のローラです。またこのモデルは名前から推測できる通り、アニメ、二次元イラストとリアルイラストの中間のようなイラストを生成できるというなかなか興味深い特性を持っています。さて最初に使い方の前提ですが、映えが必要になります。特に作者の推奨設定はないのですが、個人的には映え FTMS 84万エマプルネドがおすすめです。またネガティブプロンプトには EG ネガティブの使用をおすすめします。このモデルのプロンプトの設定例や今回使用するイラストは説明欄のリンク先に掲載してありますので参考にしてください。ではベースにするイラストをご覧ください。確かに 2.5D といったイラストに仕上がっています。そして美しいイラストです。それとこのイラストを生成した時点で気がついたことがあるのですが、それは後ほど説明します。次にもう少しリアル系イラストへ寄せられないかを試してみます。そこでシード値はベースイラストと同じもので固定し、プロンプトにフォト系プロンプト、ローフォトを加えて生成してみます。こちらがそのイラストになります。顔に変化が見られ、陰影や詳細さが少し上がったのがわかると思います。その他の部分はあまり変化は見られないようです。次にリアルな顔の形状を出すためにリアル系プロンプト、リアリスティックとフォトリアリスティックを入れてみます。顔が少し面長になり、アニメっぽさが少しなくなりました。しかし逆に肌や陰影などの質感が下がってしまったように見えます。そこで今度はネガティブプロンプトにイラストレーション、ペインティングズ、スケッチズを加えます。これでリアル感が上がりました。今度は逆にアニメ、二次元系に寄せてみようと思います。こちらは簡単でローラ、フラットをプラスの数値で使うだけです。今回は 0.5 に設定しました。顔が二次元寄りになったのがわかります。さて次に気になっている方もいらっしゃると思いますが、この作者が制作したローラ、エピノイズオフセットを加えてみます。いかがでしょうか。このローラの特性は陰影やコントラストを付加するものですが、あまり大きな変化が見られないのがわかると思います。先ほどイラストを生成した時に気がついたことがあると言ったのは、すでにこのローラを使用したような雰囲気があったことです。作者はこの辺の説明は何もないのですが、多分すでにこのローラの特性をモデルに組み込んでいる可能性があります。加えてこのエピノイズオフセットを使用したイラストを見ると、フラットを同時に使用した時と同じような相乗効果、ディテールが増える反応をしています。つまりフラットのような詳細さやディテールを追加するような特性もモデルにすでに加えられている可能性もあります。ではフラットとエピノイズオフセットを同時に加えてみます。このチャンネルではたびたび出てくるフラットプラスアルファの技法と言っているものです。興味のある方はぜひこの動画を見てください。そして結果がこのイラストになります。やはりいつもより強めに反応しているように見えます。そのためいくつか組み合わせを試した中では好みもありますが、個人的にはこのエピノイズオフセットは使用せずにプロンプトにローフォトを加え、ローラ、フラットを数値-0.3 で加えたものが一番しっくりくるイラストが生成できる気がします。次に
超リアルな AI イラスト生成の方法も試しましたが、あまり良い反応はしませんでした。その結果も、この動画の説明欄のリンク先に掲載しています。ぜひそちらも参考にしてください。今回は、アニメ、二次元イラストとリアルイラストの中間のようなイラストを生成できるという、興味深い特性を持ったモデルをご紹介しました。実は、同じ特性を持ったモデルが他にもあり、このシリーズの別の動画で取り上げる予定です。興味のある方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。では、また来てくださいね。